若いやつがもっともっとサポートされるべきだし、うんね、この年でそんなやっぱスケートで撮影とかそういうプレイヤーの動きがメインで全然できてへんから、ね、自分がそういうのもこう聞いていくの、ね、自分で決めていかないと。僕はずっとスケートボード24年目かな、ずっとスケートやってて、まあ、こうやって、ね、ライダーからチームを始めて、チームがブランドになって、で、まあ、ブランドから会社になってっていうか、今、ディストリビューションの仕事にしてるけど、自分のブランドを進めながら、ずっとその、まあ、プレイヤーからそれを仕事に変えていくっていう流れで、こう僕はスケートの世界でやってきてて、まあ、友人のアクトとか、マットバインとかは、多分スノーボードのね、もちろんラインというか、バックボーンがあって、同じような。僕は調理するって仕事してやってきてたのが、まあこう一緒にジョインっていうこうね、こう繋がることができたっていうのは、まあ必然的だったんじゃないかなと思うっていうか、ネットワークってやっぱこの世界ってすごいどんどん広がっていくし、広がっていくし、まだ志っていうか、やってるコンセプトとかが違っても、その熱いバイブスとか、多分そういうところの温度っていうのはすごい同じだと思うし、そういうところで繋がれて、まあ、僕大阪出身やから、まあ、冗談が結構多かったりとか、いやノリでいけるしちゃうみたいなのも多いけど、まあ、ブランド自体もそういう、ね、ちょっと遊び心をすごいこう出しすぎてる部分もあるから、クールっていうかはちょっとこうふざけてるところもあるんやけど、こう大事にね、なんかこちらの自然やと思うし、マットバニーの友人は友人の動画でかっこよくもするのももちろんこうリスペクトできて、多分お互いがいいリスペクトの試合に出てるんじゃないかなと思うから、ずっとこうコラボレーションで商品出し続けてたりとかしてると思うし、まあ、基本気持ちは遊び、仕事もまあ楽しみで遊びみたいな感じでできるんですね。こうやって締めるの趣味でも、そしてスケートボードで作っておかないと、自分が作ってるものを全部作って、ちょっとこうやって仕事の合間に仕事夜行や。あかん。めっちゃ可愛いです。夜行や。ひどい。すげえのって言った。なんぼすんのこれ。それ6000円やけど、今病気やから治療費がもう6万円ぐらいかかる。してろや。あかん。しょうがないよ。なんでこんなん買った。行くよ。こんなん買って逃げ出すから。いや、これも仕事。同じ方向を目指してるわけじゃないんだけど、お互いのブランドがお互い、まあライダーも上がっていく上で、ね、コラボレーションどんどんダメだと思うし、動画その世界観を良くしていくためにこうマットバニーと一緒に協力することがプラスになったり、マットバニーが今後ね、アクトのこう理想の世界に行くために上がったり、自分の感謝ができたりっていうか、できれば互いがこう上がっていけるじゃないですか。でそういう感じの関係でやっぱコラボレーションをしたりし、それができてるすごい数少ないファミリーだと思う。